これまでのバイオハザードリベレーションズ。レイモンド、お前レイモンドだな。まだ痛むか。いえ、まだ戦います。いい顔だ新人。ああ手回しが早い。世論への配慮は事後で良いと。それが FBC のやり口か。日の光で焼き尽くせばよい。まるでラクーンシティの再現ね。手殴り違いが沈む。また我々は一足遅かったようだ。二人とも見て。我が門にいらんとする汝一切の望みを捨てよ。望みを捨てよ。ダンテの身よか。俺たちは必ず見つけ出す。ジル、約束だ。バイオハザードリベレーションズ、前回に続きプレイしていきましょう。エピソード4、やっていこうか。我らは復讐を誓う地獄よりの使者、ベルトロ。スパイダーマン見てた。クソテロリストめ。ベルトロの亡霊め。亡霊じゃないわ。彼らはこの船にいる。奴ら、あのウイルスでまたテラグリジアパニックでも起こす気か。奴らの望みはテラグリジアパニックの真実、その裁きさ。こいつは何が狙いなんだろうな。ジル見てくれ。ん？どうやら船の動力自体が止まってるぜ。非常用電源は生きてるが、通信システムは主電源管理だ。動力を復旧させなきゃそもそも機能しない。動力ね。ここの通信機も壊されているわ。これ何？航海上の安全対策について。この船には過去の船舶事故の事例を考慮し、海上人命安全条約で定められた以上の高度で独自の船舶安全対策が施されている。すべての船員は当マニュアルを熟読の上、緊急時に備えなければならない。クイーンゼノビアは船内動力供給ラインが二重構造化されている。船内のメイン動力供給ラインで障害が発生した場合は、船底の動力室でメインからサブラインへ移行することで船全体の動力供給が可能となる。クイーンゼノビアは独自の設計による横隔壁と縦隔壁からなる自動防水隔壁システムが設置されている。緊急時には船底に設置された管制室で隔壁を操作でき、警備の損傷レベルであれば以降の浸水を食い止めることが可能である。だからこんな偉いことなっててもでかいな沈まないとかそういう感じなのか。ライフルリロードできんか。よし、さてさて、回復がちょっと足りないんだよな今。敵さんが来ないとも限らないんだけど。重火器が豊富になったの本当にありがたいな。何？おう、レイモンド待っててくれたの？こいつを持っていけ。何？動力を復旧させたいんだろ。いや、お前が行ってこいよ。じゃあ持ってんだったら。ああ、怒りのあれか。その鍵でここの1階からカジノを抜ければ船底へ続くリフトがある。なるほど。それと一つだけ聞かせろ。ここに来るまでに FBC を他に見なかったか？見てないね。パートナーのレイチェルと連絡がつかない。くそ、あいつも船底へ向かったはずなんだが。カジノの入り口はホールの1階だ。何度も言わせるな。なんでお前行かないんだよでもその前に他にもさ、私たちにレイチェルを探させたいのかしら。だろうね。動力の再起動が先だ。その前にいろいろと見たいものがあるから、これじゃない。これか。鍵かかってて違うか。向こうに鍵はないのか。カードキーだけか。そうか。だったらこちらは。すぐに戻れない。あ、でもここ違ったっけ。
あれあ、やべ、投げちゃった。あったかな。ここ使えるよね。お、なんかある。オッケー、マグナムの弾くれ本体をくれ、本体を。よし、手榴弾使っちゃったんだけど、なんか出てきそうだな、エイリアン的な何かが。よし、で、長いな、これ多分ロードなんだけどな。 3DS の時はどれぐらいだったんだろうな、もっと長かったのかな。でもすごいよな、これ最初 3DS で出てんだもんね。ここにもあるんだね、箱ね。でも今のやつが強いからな。あ、でもあれか、拡張性があんのか、それは結構大きいかもね。まあいいや、初期ハンドガンが一番使いやすい、そう信じていこう。はい、開けろ開けろ。でも名帝さん以上にもう怖いやつ出てこないよな。ちょっと心臓に悪かったからな、ああいうのは。暗いね、カジノ。魚が泳いでんな。あとなんかそこになんかある。電源が入っていない。なんかあんね。え、っていうか普通にこれぐらい行けば。アロワナか。お、ハーブ。グリーンハーブを拾って。やっぱ豪華客船といえばカジノみたいなイメージあるよね。実際それぐらいしか楽しみがないんだろうな、でけえ船って。お、ハンドガンの弾薬ケース。なんでこんなものがカジノにあるんだ。使わんだろう。大暴れした客がいたのかな。ここじゃないのか、こっちか。びっくりした、なんかいると思った。いるんだけどさ。プリーズユーズコインズ。この上にコインを置くよね。コイン、コインで開くと。え、え、もう行けなくない。あ、違うか、あのドア行けるのか。開かない、開かない、いけない。どうしようもない。ん？カジノ従業員の日報。ビップルームのセキュリティを解く方法をようやく聞き出すことができた。あそこは金持ちの常連しか入れない部屋だって言うから、前から気になっていたんだ。なんでも、セキュリティを解くには、扉の隣にいるカジノガールにコインを与えてやればいいらしい。重さが確か 107g。まあ、部屋に入るには安い額だろう。107g。107g のコインって何？コイン？どっかあんのかな？取れるとか。もう出せよコインをよ。この辺から拾っちゃダメなのか。アロワナ撃ち殺してもあんま意味ないよね。撃ち殺せないね。無駄なまだ。え、でも、ここ、来たからには、なんかここで、できると思うんだけどな。なんもない。なんもなさすぎるな。
が入っていない？電源が入るとこれが取れるってこと？電源？え、ここに来るべきじゃなかったってこと？まあでもそうだよな。なあ。レイモンのとこ行ったらさ、あれしてくれんのかな？何？電源が入っていないだと？って。じゃあ、どこどこに行けばいいんだ。何度も言わせるなって。言ってくれるかな？そんな面倒見よくないよな、多分な。もういなさそうだしな、なんか。そんな気がする。さすがにずっといないよな。どこ行ったらいいんだろう。食堂、プロムナード、サイドデッキ、貨物リフト、カジノが？カジノが？解除できるロックみたいなのが、ここか。船員居住区にも鍵あんのか。え、でも絶対関係ないよな。絶対関係ないと思うんだけどな。でもそこぐらいしかもう行けるとこって、なくない？ちょっと調べるか。これじゃん。見逃してたわ、これ。こんなでけえの。はい。電源オン。活気あるね。お魚も元気いっぱいだ。あんなとこでアロワナ買うのすげえかわいそうな気がするんだけど。よし。はい。押します。何？え、汚っ。まずいな、ジュ。こいつはウイルスだぜ。あ。え、そうなんの？さっき映像で見た。これもあのガスマスクの仕込みか？マジか。いった。見えん見えん、下が見えん。そうなるのか。てかいっぱいいるな。よし。くそ、ごめんな、アロワナ。やっとしたコインを入手した。何枚か飲んでたってこと？もう押すのはやめておきましょう。あ、なるほどね。これ落ちてきたやつを、あいつが飲んだのか。コイン入手、ん？お、こいつでコイン増やそうってのか？え、危なくないそれ。そういう考え。え、勝手に。あ、払い戻された。よかった。なんかないかな、できること。てか本当によかったなあれ失ったらもうどうしようもなかったもんな。他には、まあでもなんか遊べそうなやつが何台かあるぐらいか。さっきの子ダメだったからな。こっちどうよ。おっ、おお、コインの束。これ以上やる必要はなさそうね。すごいな。もう完全に運ゲーだけど。それでいいのかみたいなところはあるけどね。他も、なんもないかな？ 107 だっけ？ 107g になるように。え？これさ、何が何 g なの？そういう情報はどっかに書いてないか？どっか、ない？
あの金は 100g あるんだみたいな感じの書いてないか、どっか。どっか置いてない？そういう従業員がそんなとこに置くなって話ではあるんだけど。107g になるように置いたらあれかな、グラムわかんのかな。探し回っても別にないよね、多分ね。じゃあ一回行ってみるか。あ、わかるわ。はい、何も考えずにやったぜ。ショットガンの弾が溢れとる。オーナーの部屋みたいな感じかな。監視カメラがついてる。どこに行くんだこっから。ごめんね、のいてね。殴り書きされたメモ。親愛なる友よ、もう限界だ。悪いが先に行く。奴らは眠っているだけだ。いずれまた目覚める。だが今ならば。思い出しただけで身の毛がよだつ。この世のものとは思えぬ、醜悪な、死体。腐った内臓のような耐え難い匂い。地獄の底から響くようなあの叫び声。恐ろしい。何が恐ろしいって。今も体の震えが止まらないんだ。心して読んでくれ。壁にできたクソったりのあの水ぶくれ。あれは再生の卵なんだ。どうか見捨てたとは思わないでくれ。こうするしかないんだ。俺は生きて家族に会いたい。友よ、お前の無事を祈る。あのね、なんかね、いろいろありましたね。あれですか？あれがあれがそれなんですね。すげえな、なんか切られそうだな、俺な。ずいぶん下までやってきたけど、逃げたやつ、この先に。いたりするんですかね。これがそれなんだよな、多分な。今のうちに撃ち殺せないのかな。絶対敵じゃん。いや、まあ、絶対、まあ、敵しかありえないんだけどさ。絶対目覚めてくるじゃん。うん、動かないんだろうね。動かすまでの間敵が来るとか。私はそう思うよ。パーサンパーズ乗り越えられないですか。よし、動かないみたいですよね。ん？どうした？くそ、鍵が抜かれてる。鍵か。ひとまず他に行ける場所を探してみるわ。ああ、頼む。俺はもう少しこの辺りを調べてみる。働いてくれ。何か分かったら連絡して。レフトの鍵を探す。はい。ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。